オニヤンマ出ました。朝鮮カマキリで、あ、少量バッタ、黒肩ゾウムシ。はい、皆さんこんにちは、ムシオカです。メインチャンネルでも取り扱ったダイソーさんから新発売されたこちらのカードゲーム、ムシ神器。こちらめちゃくちゃ人気らしくて手に入らない地域もあるそうですが、ムシオカなんとかブースターパックはですね、2ケースゲットすることができまして、メインチャンネルの方では1ケース開封していきました。で、一番欲しかった偽花魔王カマキリも当てることができたんで、サブチャンネルの方ではブースターパックもう20パック開けてみて何が出るのかやってみたいと思います。いってみよう。てなわけで、メインチャンネルに引き続きブースターパックもう1個開けていこうかなと思います。開封武士神器。いやー、好きなカードゲームをこんなに束で買えるって大人って最高。てなわけで、カードを切らないように気をつけながら、チョキ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 、まあ一旦これぐらいでやるか。はい、一気に開封武士神器。てなわけで12パック分開封しました。さてどうなるでしょうか。ポケモンカードのデッキってこれぐらいやったよな。あ、ちょうどや。ポケモンカードのデッキって当時60枚やったから、これちょうどですね、12パック分。その感覚一瞬でわかる俺すごくね。はい、行きましょう。お、朝鮮カマキリ出ました。メインチャンネルで言ってなかったんですけども、メインチャンネルでも実は当たっておりました。朝鮮カマキリ、ノコギリクワガタ。あ、このカード初めて見た。イボバッ、いや、バッタのカード出てくると嬉しいなぁ。ていうか、こういう細かい種類もやってくれてんやね。最高。ケラの七ゲー。マジ、これカードになってんの？皆さん、ケラの七ゲーっていうのは、オケラのことです。オケラっていうのは、ジャンプ、走る、壁を登る、泳ぐ、泣く、跳ねて飛ぶ、掘る。っていう、七つのゲーをできるというところから、ケラの七ゲーなんていう言葉があります。ただし、これは、いろんなことできるけど、そのどれもが中途半端だぞっていうような、器用貧乏を表す言葉でもあります。ケラの七ゲー。お前、誰やねん。は、ちっちゃくここにケラがいた。さあ、レアカードはどうだ。ほい、あーあーとか言っちゃった。ゴライアスかぶりでございます。ついで平田クワガタ、これ初めてだ。やったね。マイマイかぶり、ヒアリ、シデムシの延べ送り。お、まさかの、見て、レジェンドレアは術カード、灯籠の構え。これカマキリのことですね。誰やねんお前。術カード、自分の攻撃済みの虫を一つ選ぶ。その虫はもう一度攻撃できる。やば。このゲーム基本的に自分の昆虫は一ターンに一回しか攻撃できないんですけれども、このカードを使うともう一回攻撃できるという、すげえいいカードじゃん。これも触ったあかんカードやわ。ニセアナマオに続いて、レジェンドレア、2枚目でございます。これどうなんやろ、前回ブースターパック箱買いした時、レジェンドレアが1枚しか出えへんかったから、箱1つにつきレジェンド1枚しかないとかいうこともあるかもしれないね。鏡の息吹、スマグロ横ばい、日本蜜蜂。あ、初カード、マメコガネ。いっぱいいるけどいい虫よね、君。ドン。これいいカードじゃないの。キラファノコギリクワガタ、体力1200、大アゴバサミ900。これいいカードよ、きっと。やったね。あ、少量バッター。バッターが当たると嬉しいね。小玉のカゴ、カイコの眉のことですね。あ、コクワガタ、これも当たってなかった。日本の昆虫が出るとやっぱり嬉しいな。クロシデムシ。あ、これも初めてのカードだ。タイマのカヤリビ。なんかこのゲームに出てくる言葉難しいねんけど、全部カヤリビって何。クロシデムシ出すぎ、鏡の息吹、ツマグロ大横ばい、日本ミツバチ。やったー、これ欲しかったんだよ。オニヤンマ出ました。飛びかかる900。これは強い赤カードですね。これはノコギリ、イボバッタ、ケラ。お、いいじゃん。オオゾウムシ、舐める、キモ。はい、またキラで、術カードです。うつセミの皮鎧。いや、だからうつセミも皮鎧も知らんねん、言葉を。で、誰やねんお前、セミ持ってるやつ。お、来ました、塩ヤーブ。え、塩ヤーブがノーマルで体力800で攻撃がそんなに。あのね、塩ヤーブっていうのはオニヤンマとかスズメバチ、オオカマキリと並んで日本最強昆虫の5本の指に入る1種類なんですよ。なんかそれがこの扱いはちょっと納得いかないね。カゲロウのひらめき、毎回術カードには人がいるんだね。あ、クロアゲハ、いいじゃん。ナミアゲハと基本ステータスは一緒やな。オオミノガ、かっこ幼虫ってことは成虫もあるんかな。体力な、えめしくえよ。おー、クワガタかぶりでございます。タマユラのうごめき、むずい。マガタマのいぶき、イラガ。体力400、さすが300やけど、人間にとってはクソ怖い生き物ですね。みんなこれ見ても絶対触ったあかんで。花グモ、あら、これも初めて。おー、このハムシかぶりでございます。やっぱり2ケース買うとレアカードが被るのがなんか悲しいね。モンキチョ、初めてです。初めてやったっけ。オンブバッタ、西洋ミツバチ。今まで日本ミツバチしか出なかったね。黒山あり、いいじゃん。
うわー、来たー、黒肩ゾウムシ。あ、レアなんだ。攻撃力は弱いけど、体力は1000あるね。さすが世界最高と言われる昆虫。マンシラッチョ、勝利を奪った、カイコ、コクワガタ。おー、すげー、こんなんもいるの？テナガカミキリ。めっちゃ強いぞ。テナガ攻撃。攻撃名ダサいな。え、めっちゃ強いやん、でもこのカード。やったね。テナガカミキリ。反逆の番、茶羽青カメムシ、塩ヤー、黒アゲハ、白筋カミキリかぶりでございます。ゲラ、オオゾウムシ。アリジゴク。これどうなの？せっかくさ、この昆虫カード全部さ、詳しく種名で書いてるのにさ、薄葉かげろうかっこ幼虫って書けばよかったのに。で、ここに、アリジゴクとも呼ばれるって書いとくべきよ。これちょっと良くないね。アリジゴクって書くの。薄葉かげろうかっこ幼虫がよかった。腹ひし。ハチマルかぶり。てなわけで、じゃあ残り8パック開封していきますか。カットザムシ神器。これみんな俺の真似したらカード切るかもしらんから、自己責任な。てなわけで行きましょう。八重丸、のべ、まいまい、鬼雲。あー、かぶり。わー、いいカード。もうちょっと強くして欲しかったなー、ヤブキリ。まあでも、ヤブキリで強くしちゃったら、レオックとかどうなんねんって話になるのか。仕方ない。いいカード。ヤブキリ。青筋アゲハ。いいね。キアゲハ幼虫。あれ？このパック俺知らんカードいっぱいやわ。やっぱ偏りあるんやな。蜜蝋の壁。これは蜂蜜のことだね。ほい。あ、砂漠飛びバッタ、これかぶりだね。ちょっとこのパック期待したけどな。赤足、アゲハチョウ、ヘビトン、わぁ、スズメバチの毒針、これは初めてか。デスストーカーもかぶりですね。孤独の因果、ハリガネムシ、アオカナブン、ハラビロカマキリ、トビズムカデかぶりだ。万有、タバネアオ、シオヤーブ、カゲロウのひらめきって初めてかな。もうわからん。ゴライアスかぶり、挑戦、ノコギリ、イボ、ケラ、テナガカミキリがかぶった。だいぶかぶるようになってきたね。まあ、仕方ないね。虫封じのホタル袋、カイコ幼虫、ハミオ、赤立て葉、三つつぼアリかぶり。さあ、ラストパックでございます。大紫幼虫、青草カメムシ。青草は持ってないんじゃない？黒オオアリ、モンシロチョウ、ラスト！あー、デスストーカーでした。さて、てなわけで、サブチャンネルで得たノーマルカードは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15種類追加。レアカードは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14種類追加。で、スーパーレアが6種類追加で、レジェンドレアが1種類追加。という感じでございました。やっぱりレジェンドレアは一箱に1枚ぐらいの確率という感じで間違いなさそうですね。というわけでこの週末いろんなダイソーに虫神器出回ってると思いますが、ブースターパックを手に入れるのは困難と聞いております。見つけ次第皆さんも購入して挑戦してみてください。戦うだけじゃなくてコレクションするのもすごく面白いと思います。勉強にもなりますので、ぜひ買ってみてください。というわけでこちらサブチャンネルですが、サブチャンネルの登録もよろしくお願いします。ダイソーさんもサブチャンネルの登録よろしくね。ありがとうございました。虫岡でした。